S13 のシルビアだね、まあ、俺の時代のシルビア。 S13 のこれ前期型だな、革命のライト。オーバーフェンダーもしっかりスムージングしてるからね、失敗タイヤでエアサスでガッツリローダウンで、塗装も当時もんじゃないね、一回これ塗り替えてあるよな、ここまでピカピカなわけがないもんな。結構ノーマルのホイールに見えるけど、どうなんだろうな、これノーマルのホイールをなんか一回外して反対につけてるような、なんかそんな感じだよね。ホイールを外して逆にするとこういう感じになるっていうことで、あえてノーマル感を残しつつ、そしてとんでもないカスタムをする。シートはレカブだね、レカブで右ハンドル、シルビアの、シルビアなのか本当にこれシルビアなのかどうかさえわからんよ本当もう。あ、でも後ろのシート見たらシルビアだな。後ろのシートは当時もんだね。すごいなこれは。シルビア S13。 マフラーもなんだろうな、なんかのマフラーには変わってある。誰もないですよ S13 で。普通に朝までやってますから。人生のリアスポがついたままなんで、ここまで変わったんです。給油口のこれからして、まあまあこんだけ出してるっていうのが分かるね。相当出してる S13。 コメントで外人だってやろうって S13 前期型かっこいい。オーバーフェンダーの S13 シルビアでした。